衰退というか、なんか日本は変わらないから勢いのある国が上がっちゃってるんですよ。韓国というのは例えば1990年の時に日本のその一人当たり GDP の半分だったんですよ、はい、それでなんかあれ最低賃金引き上げた時あんななんかもう韓国終わりだみたいなことなんかみんな言ってて大失敗だって言ってたじゃないですか、うん、そこは何年も経たないうちに韓国の上で今は日本 の, その生産性というのは韓国の 95% ぐらいしかないんです。これですね、これが労働生産性、これ2021年の数字ですけど確かに韓国の9割ぐらいですよね9割ぐらいですよ。だから OECD より下ですからね。うん、ね、その意味でこのままいっちゃうと2023年以降の日本っていうのは日本経済っていうのはどうなるって思いますか。あ、もうどんどん貧乏になるだけですよね。